この番組は食べ物が食べにくくなってきたお年寄りの方に向け、食べやすく、そして家族も一緒に美味しく食べられる食事を提案していきます。ここ愛媛学園新校舎のクッキングスタジオから井上恵子先生と一緒にお送りします。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今日はどんなお料理を教えていただけるんでしょうか。はい、今日は炊飯器で煮魚を作りたいと思います。今日は炊飯器でちょっと簡単に煮魚を作りたいと思います。煮魚が炊飯器でできるんですね、はいはい、本当はお鍋でグツグツしたら、ちょっと美味しく感じるかもしれないんですけど、ちょっと料理をするのが苦手だなって、やっぱりお年寄りがね、年がこう近づくと難しくなってくるので、今日はピッとできて、もうピッと入れたらもうすぐ終わっちゃうレシピです。聞くからにお手軽そうです。楽しみです。はい、はい、では早速、もうほとんど具材はちょっと切ってしまってるんですけども、はい、入れるものは ここのものになるんですけども、はい、一応このみょうがと絹さやは添え野菜にしていますので、はい、入るのはもうここだけです。はい、はい、あるのが、今日はタイを、ちょっと使ってるんですけども、で今日の材料の中に味噌を入れてもらうと味噌煮にもなるので、ちょっと調節して、ね、いろんなバリエーションがこの炊飯器で、はい、いいと思います。早速もう入れちゃいます。はい、もう魚は別に塩もしなくても大丈夫です。はい、であまりにもちょっと魚の匂いがこう臭いなっていう場合は、やっぱり酒をちょっと振って、で水分取ってやった方がいいんですけど、はい、今日の魚はすごく綺麗なのでそのまま入れちゃいます。はい、で昆布はだいたい5センチ幅ぐらいの分を1枚、はい、で入れる時なんですけども、ちょっと軽く破ってもらって、これも入れて、はい、で生姜はみじん切りにしています。はい、はい、これも入れます。はい、今炊飯器にお水が1合の線のところまで入れています。入ってる状態にお魚、昆布、生姜、はい、はい、で、だしは今日は昆布だしの味で炊いていきたいと、はい、思ってますので、例えばこれが鰹節の風味が欲しいなっていう場合は、鰹節の中にちょっと入れてもらっても構わないです。一緒のタイミングで入れていていいんですか。はい、はい、全然いいです。はい、でネギを入れます。はい、長ネギですね。これは長ネギは斜め切りにしていますけど、別にぶつ切りでも構わないです。はい、はい、これはその具材的なものなんですか。そうですね、はい、でそれとあと魚の臭みもこう抜くというか、気にならないにしてくれるので入れます。はい、はい、で調味料は、酒が大さじ2と醤油が大さじ2入れます。もう入れときます。はい、で今日は、砂糖の代わりに蜂蜜を入れます。はい、はい、蜂蜜は体にもいいんですけど、ちょっと何て言うんですかね、上品というか、味の、そうですね、引き立ててくれるので、はい、ちょっと入れます。はい、はい、積極的に取り入れたいですね。そうですね、ただ蜂蜜はねちょっと高いんですよ。なるほど。なので、はい、もし蜂蜜じゃない場合は別に砂糖でもいいです。はい。はい。はい、じゃあこれで全て、はい、はい、整いました。ここからスイッチを入れるんですけども、はい、スイッチ普通は普通炊きで入れるんですけど、今日は煮魚にしているので早炊きで。あ、はい。あまり、普通炊きでしちゃうと、普通炊きって時間どれぐらい炊ける時間があるか知ってますか。大体30分ぐらいですか。30分ぐらいじゃないんですよ。じゃない、大体30分以上なので、50分とか40分以上とかになっちゃうので、はい、やっぱりそれだとちょっと魚の旨味とかに、魚が火に入りすぎちゃうので、はい、早炊きでします。なるほど、はい、じゃあこれで、早炊きの時間で十分ということなんですね。はい、スイッチを入れていきたいと思います。はい、開けます。
やすごくふっくら仕上がってますね、はい、ありがとうございます。煮崩れなくこんなにふっくら、はい、そしてあの、うん、お出汁のあの優しい甘み、はい、ほんのり蜂蜜を感じると言いますか。 ありがとうございます。蜂蜜が効いてるなと思いました。そうですね、炊飯器ならではの、 あの調理方法だと思いますね、はい、であの今回の切り身だったので、うん、あのはい、私実はのお魚の骨上手にこう食べられなくてですねこれ切り身なので、はい、そのままこう骨も恐れず食べられるっていうのがすごく食べやすかったです。そうですね、なかなかさばくっていうのは難しいので、ぜひね切り身を使って調理してもらえたらと思います。とっても美味しかったです、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。このメニューは愛媛調理製菓専門学校のホームページに載っておりますので、ご覧になってください。それではフードデザイン、次回も見てくださいね。